はい、今回は見るだけで奇跡が起きる動画というテーマでお話をさせていただきます。今から私が伝えることは、人生で奇跡を起こすための魔法です。まずそもそも奇跡とは一体何か、これはもう無理なんじゃないのかなとか、できないんじゃないのかなとか、絶対絶命の状況で道が開けていく、不可能が可能になっていく、それを奇跡と定義づけます。今この動画をご覧になっているあなた、日本の状況に関して良くなっていくと思っている方っていうのは少ないんじゃないのかなと思います。それはコロナの状況も、日米関係、日中関係、経済的な状況、さまざまな観点から日本に対して明るい未来を感じている人は今少ないんじゃないのかなと思います。そう、今日本全体として奇跡を起こさなきゃいけない、私たちにはそういった使命や役割があると思います。奇跡を起こすための第一条件、それは自分の意識や潜在意識に絶対奇跡は起きるんだっていうような刷り込みをかけることです。この奇跡を起こすための刷り込みをかけるのが何かと言いますと、神話でございます。アーノルド・トインビー、神話を忘れた民族は滅びる。日本の神話は古事記、日本書紀です。あらゆる物語であったり小説っていうのは、そういった神話を原型モデルとしながら作られております。それはアニメであれ、映画であれ、鬼滅の刃であれ、呪術廻戦であれ、そうでございます。なので神話を読みましょうということをこの神社チャンネルではお伝えしておりますが、日本の神話、古事記でも日本書紀でも多くの奇跡が書かれております。例えば海幸彦と山幸彦の神話、お兄さん海幸、弟山幸、お互いの道具を交換して狩りに出た、全く釣れなかった。山幸彦はお兄さん海幸から借りた釣り針をなくしてしまう。釣り針返せと言われる、でも見つからない、どうしようかなと、絶体絶命の時に山幸彦はどうしたか、祈ったんです。祈ることによって奇跡を起こした。海辺で祈ってる時に塩土王子という神様が現れて、その時に塩土王子の神様の案内によって竜宮城に行く。山幸彦は釣り針を発見することになります。神武統制神話という神話がございます。九州からやってきた神武天皇は東へやってきて近畿圏にやってくる。近畿圏にいた神様が長曽彦という神でした。むちゃくちゃ強い、勝てない、絶対絶命の時に神武天皇はどうしたか、祈ったんです。祈った時に現れたる高倉寺、そしてにぎはやひの命という神様の導きによって神武天皇は日本建国をした、そういった神話が書かれております。それは神話だけの話ではなくて、日本の歴史もそうで、例えば元寇、モンゴル軍が攻めてきた時がありました。この時も鎌倉の武士たちは祈るような気持ちでモンゴル軍を迎え撃った。その時に神風は吹いた、そしてモンゴル軍を撃退することにつながった。それは明治維新の時もそうで、黒船がやってきた、ある意味先が見えないような状況の中で多くの日本人がお伊勢参りをした、祈ったんです。その後日露戦争の時もそうで、ロシアと戦う多くの日本人が祈りました。祈ったことによって日本はロシア軍に勝った。第二次世界大戦、確かに日本は負けたかもしれません。しかしそれも日本が次のステージに進むために
必要な負けだったのかもしれない。しかしその負けから日本人失われたものが多くある。それを取り戻そうという神社チャンネルの試みです。日本人は失われたもの、それは日本の伝統であれ、文化であれ、風習であれ、いろいろあると思いますが、最もまず日本人が取り返さねばならない習慣とは何か。それは祈りの習慣だと思います。そう、奇跡を起こす方法っていうのは祈りなんです。絶対に日本は良くなる、自分は幸せになる、きっと良くなる、その誓いが祈りと言ってもいいと思います。そして祈る前に必要なのがみそぎ払いです。過去を浄化し、自分の心をクリーニングし、リセットし、新しく生まれ変わる。そのために今日はこの大自然、水のエネルギーとともにお届けしております。なので見るだけで奇跡が起きる動画です。いいでしょうか。自分の人生に絶望してはいけません。諦めてはいけません。私たちも事業を立ち上げて15年、絶望的な状況ございました。いつ会社が潰れてもおかしくないような状況もありました。しかしそういった時でも祈るような気持ちで乗り越えてきたのが私たちの歴史でもあります。具体的に言うと、お金ピンチの時ありました。もうどうしようもないんじゃないのか、来月の支払いがやばいんじゃないのか、そういった時もありました。祈りました。もう祈るしかないんですよ、そういう時っていうのは。しかし祈ったことによって偶然と思えるような奇跡的な出会いがあって助かったりする。その連続性の中で今こういった動画をお届けすることができております。それは私たちだけじゃなくて、あなたの人生にも起こることです。もしも今あなたが思い通り行ってないとか、何か変わりない日常を過ごしてると思ってるとすると、自分の人生に絶対奇跡は起こる、まか不可思議なことは起こる、きっと変わっていく、そう信じてください。そしてそういう祈りをしてください。そう信じる、そう思うというところから人生は始まります。ではそういったイメージを込めまして、今から一緒に瞑想をしていきたいと思います。私に合わせながら今からイメージを持っていってください。未来の自分はものすごく輝いている、光り輝く自分をイメージしてください。胸の内から光があふれ出て周りの人を照らしていく、そういうイメージをしてください。そして周りの人が笑顔になっていく、周りの人も光で包まれていく、そういうイメージをしてください。その光が自分の住む町に広がる、住む地域につながる、住む地方に広がる、そしてそれは日本に広がっていきます。日本に広がった光はやがて世界に広がっていく、世界が光で満たされていく、地球が光で満たされていく、そしてその光はやがて宇宙にまで広がっていきます。その光の中心にいるのが自分です。そう、その光の意識から奇跡は始まります。きっと良くなる、きっと幸せになる、自分の未来もいやさかなれば、日本の未来もいやさかです。そして古来日本人、縄文時代まで遡る日本人の精神がいやさかならぬ、なわさかです。縄文から続く日本人の良さがよみがえる、それがなわさかです。いやさか、なわさか、いやさか、なわさか、いやさか、なわさか。自分の心が光になれば、日本も世界も光。
はい、光が行き渡りました。やはりね、こういった大自然の中で行いますと、そういった自然のエネルギーとともに本当の自分の心の光も出てきます。はい、いろんな虫たちがいます。カエルもいます。この川にはアユも生息しております。そのエネルギーを今回はお届けさせていただきました。あなたの未来が光でありますように、光が訪れますように、あなたの開運をお祈りしております。高光でした。